よいしょ。ハートありがとうありがとうございます。今日はまあ喋りながらメイクを完成させてカラオケ配信をしてフィニッシュするつもりです。はい、ハートありがとう。うん、こんばんは。ハートありがとうございます。ね、あれですよ、劇場版の、劇場版のというかアルバムの特典の内容が定かになりました。定かになった。ちょっと鼻声なんですけど、鼻詰まってないので気にしないでください。ハートありがとう。気にしないでね。いや、うんうん、花は大丈夫です。なんかわかんないけど最近この声なんです。フォローします、ありがとう。行きます、絶対。ありがとうございます。あれですか、初めて会いに来てくださったりもしてくれるのかな。ハートすごい、ハートいっぱい、ありがとう、ありがとうございます。ロングおしゃべり会コスプレするのかな。どうしよう、どうしよう。あ、なんだ今日 NGT デーか。わあ、そうか、そうなのか。アバターゲットかな。ありがとう。そうだよね、アバターゲット日ということですか。そうかそうかそうか、ありがとう。服に合う、そういうことですか。今日アバター日はじめまして、こんばんは。ハートありがとうございます。ねえ、特典会意外に日程少なくて、なんか私もっといっぱいあるかと思ってて、なんか意外に日程絞られてたくないですか。ね、なんかこれでいいやうん、ハートありがとう。うん、まだ10月以降もあるということか。そうかそうか、そうかそうか、そうかそうか。みんな来てください。どちらかといえば、ツーショットの方の方がなんかあれかな、人気なのかな、どうかな。うん、よいしょどうなんですかね。月1ぐらいがいい。どっちも来てくれる、嬉しい。
痩せてからツーショットだって全然いいのに。私だって今日は大釜大釜ですって。はい、特典会ね、ツーショットかありがとう。ツーショット撮りましょう。うん、初のツーショットも恥ずかしくないよ。ついに Wi-Fi 切った。あ、すいません、ちょっと電波が悪かったもので。かいりちゃんだけ撮影だってねえ、価値なくなっちゃうじゃんうん、あ、もう切った、 Wi-Fi 切ったから大丈夫かな、治ったかな、復活したね、今回あの新潟と東京の2カ所2都市でイベントをさせていただくんですけれども、7月から始まって、まあとりあえず9月までの予定が出てて、あのローン語しゃべり会というものと、ツーショット撮影会という2つの特典に分かれている感じです。半々くらい、ちょっとツーショットが少ないくらいかな。みんな結構昨日のね、あのショールームでは新潟と、まあ、関東の東京とかが多かったから、来やすい、行きやすかったら嬉しいです。はい、うん、うんうんうん、ハートありがとうございますすごいいっぱいね。ロングの時間ってどのくらいロングなんだろう、大事ですよねそれって。うん、東京は流通センター行ったことあるよね、みんなもあるよねって。あ、シングルの3倍の秒なんですか、なるほど、じゃあそういうことらしい。お話もねぜひ。でも個人的にはそう、写真のツーショットの方がおすすめかなって思っちゃったりしますうん、はい、東京で会えるの嬉しい。あ、よかったです。45秒、仕事中に生きる、おー、それは一日一枚ぜひお越しください。一部あたりなんだっけな、受付時間が30分の参加時間が40分で、なんかあんまり前回と変わらない感じらしいです。ハートありがとう。ありがとうね。うん、でもなんかあれなんですよね、もう一つのさ、思ってたよりも日数少なかった。わかる、私も知らなくて今までというか、本当にみんなとほぼ同時に知った感じなんですけど、知らなくて、うん、
そう。明日から壁に貼ろうかな。どうしよう。あ、そうなんですよ。8月6日の私のお誕生日の次の日になんとあるので、まあもしよろしければ22歳の私に。あれ、8月6日はツーショットの方かな、ツーショットかな。そう、誕生日の次の日に8月6日。 あ、そうです、東京での 2S になります。22歳になった次の日で、もう22歳初日なので、ぜひその日、行く 行くで、休まない、私はお休みしない。 ぜひ来てください、皆さん来て、その日が 一番おすすめかな、もしかしたら。 22歳に見えない。それはどういう どういうあれだろう、もっと40とかに見えるっていうことか、15歳に見えることか。 どういうこと？ね、で、生誕ティー届いてたら、生誕ティーかな。ぜひ来てほしいです。届くのかな。あ、さすがに過ぎてるもんね、誕生日。あ、過ぎてるから届くかも。8月6日ぜひ来てください。久しぶりに皆さんと対面できるイベントがついに来たのでね、ついについにっていう感じ。服装は、いや、私服だと思います。リアルイベントは一回劇場であったんですけど、すごい大きなアクリル板越しだったから。あ、オンラインありますよ、オンラインもあります。オンラインはおしゃべり会のトークの方なんですけど、あります。ぜひお越しください。なんかアルバムだし、今回はリード曲は全員選抜なので、なんかなんだろう、シングル感あんまりしないんですけれども、もしかしたら もしかしたらこれから大事になってくる指標かもしれないので、またみんなで完売とかを目指せたらいいなって思います。ツーショットは写真だけ、会話もあり。え、別に無言 無言ツーショット会じゃないので、大丈夫だと思います。無言ツーショットじゃないから、喋っても大丈夫。喋りながら撮ります？ 撮っても会いたい、会いたい、会いたい。 こんばんは、だるまありがとうございます。ロングおしゃべり会行きたい。え、ぜひロングの方も。こんばんは。もうね、リード楽曲は聞きました。カエリちゃんとツーショット撮りたい。撮りましょう。
剥がしの戦いが。ね、でもさ、ツーショット会って剥がしの人いるの？写っちゃう写真に写っちゃうから、いないかな、どうなんですかね、いるんですかね、フローラのスタッフなんですかねわかんない。ツーショットの時間がかかりすぎたら、え、剥がされますか、いるの、剥がしの方いるの、もしかしたら経費削減でいないかもしれわかんないけど、うん、あ、15秒お話できるらしいです。でもさ、その15秒って多分さ、何のポーズにしますかとかじゃないですかいるのかな、どうなんですかね、いる、さすがにいる、うん。セルフ自分でどうなんだろう、うん無限おしゃべりそうだよね、話してる時に、ああそうだね、撮り終わった後にもしかしたらいるかも、さすがに撮影してから15分でしょ、そうか、カイリちゃんは村長みたいに怒んないよ、私怒りませんよ、温厚ですよ、至って。ポーズ何パターンありますか、え、なんだろう1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 うん、いっぱいポーズありますよ。ぜひお越しください。もう一回一からやって。いい。やらない。現場しか勝たない。そう、もう現場しか勝たないって。私に言った方はメモってるからね知ってるんだからね、現場だったら行くのになってぼやいてた皆さん今どこにいるんですか、連れてきてもらおううん、チェック厳しい、あ、はい、厳しいです、わかりましたか、あ、だるまありがとうございます、来てね、あとなんか私、あすいません、もちろん乗り込み、あ、乗り込んでください、今年の夏は楽しくなります、カイリさんに叱られるといけないので怒らないでくれ、怒らないってば、あの何でしたっけ、あ、私あの前回まで、あ、前回とあの前々回まで、あの朝から晩まで一部から並ぶまでね、フレブス参加させていただいてたんですけど、なんか今回なんかあの部が減ってしまって大変なことに部が初めて減っちゃって、一部から5部までしか参加できなくなっちゃって、いやそれ私今日知ったんですよ、ちょっとあの受け止められなくて、なんだろう、なんかでもなんとなくポンコツのなんだろう、ポンコツのなんか自分の完売度合い的に、あ、もうフルブスじゃないかもってちょっとうすうす思ってたけれども、でもなんかこう今まで自分の部数が減ったことがなかったし、そうそう減るメンバーもいないじゃないですか、あんまり、だからしかもフルで参加させていただけてたのがすごい自分的にもあの嬉しかったんですよ。
こう選抜の中にいてこう全部に参加でこう貢献できてる、シングルに貢献できているような気もして嬉しかったんですけど、でもちょっと結果が伴わなくて今回は14部ぐらい減ってなんか5部までしか私のことを会場に入れさせてくれないみたいなんですけど、まあこれはシングルじゃないのでまた次のシングルになることなる時までは7部を任せていただけるように今回で5部までだからこう、まあ、前回よりは前回よりいい結果を残せて、また増えてというか7部とかフルブスのメンバーになって選抜入りを目指したいなっていう気持ちに、はい、だるまありがとうございます。はい、そういう風になりました。もうさっき分かったことすぎてなんかあんまりちょっと言葉が出てこないんですけど、なんかこうやって数字でこう見せつけられるとなんかなんだろう、すごいシビアだな、シビアな世界だなって思います。私しか分からない数字じゃなくてもこれって全世界に分かるじゃないですか全世界にさ減ったことが、まあ、他のメンバーもだしファンの人にもさ分かる、はあって思いましたなので、特におすすめなのは8月6日のツーショット会にはぜひ来ていただきたいです。はいはい、でもまあまだ発売してないし、まあ折々多分内容について話していくので、とりあえず今の気持ちとしては、まあ普通に部が減って、まあ嬉しくはないなみたいな、どちらかっていうとこういう風に数字で減っていくのって残念だなっていう思いです。はい、すごいシビアなんだね、びっくりしちゃったこうオーサムもポンコツも両方とも7部までさせていただいてたので、なんかで今さっき知ったから20時台ぐらいに知ったからなんか頭の整理が全てついてないんですけどそうだね、佐藤を減らせって言った人をびっくりさせちゃうくらいはい、8月6日かな、一番22歳の1日目に来ていただきたいです。はい、そんな感じ。でも21歳はすごい楽しい、なんだろうな、こう年々楽しい活動ができてるように感じるんですけれどもね。から
この部に部のことがね全てじゃないってわかるんですけど。はい、私からは以上です。すごい厳しい世界なので、自分が悔しい、ありがとう、悔しいって思ってくれて嬉しいよ。私もなんか自分がやっぱりこれから続けていくためにもというか生き残っていくためにも、選抜にまた選ばれ続けるためにも、そういう風に結果を残さないと、常に残していかないといけないっていうのがもう本当にもう難しいんだなって、うん、思います。老後喋り会全力で参加ありがとう。でもなんか私も HKT さん推しでも、あ、全然ありがとうございます。そうなんだよね、ちょっともうさっき知ったばっかりで、ちょっとねうっってされたばっかりなので、今自然治癒してるんですけど、そうだな、何がダメだったのかな。最近さ、すごいなんか予定だったお仕事とかがなくなったりさ、こう前も言ったけどさ、オーディションみたいなの、オーディションじゃないけどなんかまあやりたいお仕事についてこうどんどん進めてたけれども、なんかリスケになったみたいなのとかが続いてなんかすごいこの夏が心配でたまんないんですけど、もう夏が本当に、あ、久々でも起こりません。夏が本当に心配、ちゃんとなんか楽しいものになるのか。なんか本当はその夏はまだおしゃべり会の日程とか決まってない時も、なんか私別のお仕事が何日も入ってて、がこの特典とかもほぼ参加できない、あの夏は8月とかはほぼ参加できなくて、もうお家にも帰れないっていうくらいのスケジュールを予定してもらっていたのに、それが急になくなって、私はすごいメンタルに来たんですよ。でもその代わりに、でもこうやって特典があるからみんなに会えるしいいかなっていう気持ちのチェンジをしていたら、今日の部数がこれだったから、本当になんだろうちょっとこの夏本当にちゃんと楽しくなるのか不安なんですけど、誕生日もすごい近いので、いやもうそれは延期とかじゃなくても完全に本当に何だろうそういう気持ちです。でもはい、いやって逆襲の夏が始まって誰に逆襲するの。あ、タコありがとうございます、ありがとうございます。はいあ、ファイトありがとうございます。あ、やめません、頑張ります、頑張りますね、まだ。はい、マジで頑張るしか、そうなんだよね。でもなんか今までもさ、決してさこうふざけてたわけじゃないんですよこのポンコツの期間も
いやちょっと曲にちょっと応じて自分もポンコツな部分を多く見せちゃったかもしれないんですけど、でも決してなんかそれはプロモーションなんです、私的にも。でなんかふざけてたわけじゃなかったんですけど、頑張ってなかったわけじゃない。だからこれからそうどう変化をつけれるのかわかんないんですよね。プロモーションそうプロモーション活動でしたあプロモーションの一環でした。あのその自分の素を見せるということがだよ、あのイコールじゃないからね、イコールプロモーションじゃなくて、その自分の素を出していくことがその一環だったんだけど、初めてのショールームでさえありがとうございます。でもそのなんかプロモーションですごいまあポンコツだなって思っていただけたのは思っていただけたけど、なんかそれで私きっとなんかアイドルとして見られなくなっちゃったのかもしれない。なんかカイリーって変なやつだって、ただそれで終わる、こうカイリーって変なやつだ応援したいじゃなくて、カイリーって変なやつだなって、そう、それでなんか終わっちゃう。新潟好きですか？新潟は大好きファイトありがとう、ハートありがとうございます。なんだよね、 そこからなんかなかなか推しみたいなのになかなかなんか通じなくて、うん、変な子そうなんか変な子で終わりがちだから。でもさどうすればさこう前回のプロモーションと変化をつけられるのか分からなくて、うん、なんだろうな、どういった変化で変わるんだろうかって。またこのポンコツプロモーションだったらあのまたさ部が減っちゃうじゃないですか。新潟のいいところは NGT ホテルとかあるところどうしよう、あ賢い頭いい系キャラ、頭いいプロモーションすればいいですかそうですか、頭いいプロモーションが足りなかったかな、うん、タワーありがとう、びっくり、ありがとうございます、フォワードのカズさん、ありがとう、ちょっとびっくり、あ、終わり際にちょっとお名前を書かせてください、うん、好感度爆上げ中、いやなんか変な子だ、ありがとう、景気づけた、ありがとう、ありがとう、うんどうしよう、じゃあ今度はポンコツはもう封印してちょっと賢い頭いいプロモーションをスタートしようかな。なんかどうしよう、数式とか使って表現すればいいですかどうすればいいですか。好きなお笑い芸人さんはロッチさんとクリームシチューさんとバナナマンさんはい、少し大人な部分を見せますか。そんなアダルトプロモーションでいいんですか。そうなんかポンコツ
というかなんかこの私のこのさ素の性格をそうマイナスにとらわれる。うん、そうなんですよ。食リポ？こっちまで元気にさせてくれるような明るさがいいです。でもさ、明るくてもさ、なんだろう、明るくてもさ、明るいイコール好きとかじゃないかな。思うんですよね。なんか別にこんなに得点のさ数字とか気にしなければ私はもうもっと自由にもううわーってもうちゃぶ台を返すような勢いで配信したいんですけど、多分私がこう毎回ちゃぶ台を返してたらね、おしゃべり会みんな来てくれないから、私はこれでいるんですけど、はい、あ、ちゃぶ台してます、あ、カラオケしますこれからします、ごめんね、待って、充電しよう。うん。わあ。誰かロングおしゃべり会、ロングおしゃべり会7月からでしたっけ？あと2ヶ月あるのか。誰かじゃあ、まあ、誰かっていうかみんなか。みんなにロングおしゃべり会で私が今年度に入ってどう生きてきたかを聞いてほしいです。聞いてほしいよ。私のちゃぶ台返したらファン増えるってね。増えないの。検討してもいいですか。ご検討ください。そう、情熱大陸ぶりの内容が詰まってる。え、もう聞いてほしいの。なんか、私、これ世に言っていいものかと思ってメールに書いたらなんか、あんまり承認されなかったんですけど、そう、もうみんなに聞いてほしいの。私の情熱大陸を。ここ2、3ヶ月あった佐藤海里情熱大陸を、はい、そう、もうね、情熱大陸すぎてもうどこに、ここじゃ言えない情熱大陸すぎる、はい、名言出ます、あ、出ますよ、名言出ますテロップでも、私じゃダメなんですかって出てきます。この話は、うん、早口言葉で話してなんか、まあ、数分にまとまるという感じですねはじめまして、アイシャドウしてます、うん、もうね、自分の歴史が動くかと思ったけど
動かなかったっていう話なんですけど。本当に。じゃあ私の情熱大陸を聞いてくださる方、でもツーショットおしゃべり会でも、ツーショットおしゃべり会、ツーショット撮影会でも、あの情熱大陸できるので変な顔になるかもしれない。聞いてほしい。明日からじゃあここに予定表を貼りますね。はい、明日、明日からバイオリンできるんですか？はあ、できないです。正直に答える。サメ会久しぶりに撮ろうね。撮りましょう。いや多分なんか文章にすると重みが出ちゃっただけだと思います。全然言っちゃダメなことじゃない。ただ文章で重かったの。トランペット吹けますか？吹けませんねえ、トランペット吹けてたらもう今吹いてる、今まさに吹いてる、うん、だるまありがとうございます。はい、うん、という感じです。ちょっとアルバムのことは一旦ここまでにしましょう。やば、待って40分間アルバムについて語ってた。ということです。わかったでしょうか。まあここに予定日程表書いてないからといって、まあ今日は書かなかったんですよ。ちょっと衝撃的だった。もうなんか自分の部数がわーって思ったから。でも今ちょっと受け止めた、皆さんからこう逆襲するんだっていう逆襲するんだっていうコメントと、あとタワーをいただいたり、そうなんかもう情熱大陸でした。あ、だるまも、あ、だるまじゃないや、タコもありがとうございます。だからちょっと今はだんだん受け止めてきたので、この壁に明日から日程を貼って、はい、あの来ていただけたらいいなというふうに思います。ハートありがとう。はい、誰に逆襲するの？あ、自分か自分に逆襲するんかうん、分かった。あ、じゃあテーマソングを決めよう。この逆襲に、逆襲なんか逆襲ってなんか誰か倒すみたいだけど、誰も倒しませんよ。誰か、あのこの頑張るソングみたいな、テーマソングみたいな、なんかないかなはい、かえりちゃんとツーショット撮りたい息子、嬉しい。もう嬉しくてさ、いや私でも最近なんかもう おばさんなんだろう、こう涙腺本当になんかもうまた弱くなって、嬉しいよ。もうそう言ってくれるだけでもうよかった。今日起きてよかった今日配信つけてよかった。みんなありがとうございます。よかったです。カリちゃんとのツーショット怖くありません。ファンに入りました、ありがとう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。
がとうございます。よいしょよいしょ、ありがとうございます。そしてタワーのお礼をさせてください。よいしょ。新しいメモ帳に書きます。待って、1ページも書く場所なかったすいません、私の失態。日向さんかわいい。よし、カイリの狼好き、どういうこと？あれ？フォワードのカズさん、なんかこの前もタワーいただいたことありましたよね。私生涯でなんか前なんかいただいたことありましたよね。ありがとうございます。タワーありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。ありがとうね、カズさん。ありがとう、頑張りますね。そうだよね。はい、ということで、はい、ちょっと以上で帰りの配信を終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、ということで、ランキングをお読みします。ちょっと待ってね。よいしょ。第13位、白鷹さん、ありがとうございます。12位、トンスケさん、ありがとうございます。11位、アーモンドさん、ありがとうございます。10位、エチゴーさん、ありがとうございます。9位、坂井周一さん、ありがとうございます。8位、たけるんさん、ありがとうございます。7位、シジュウカラさん、ありがとうございます。6位、アンポンさん、ありがとうございます。5位、たかしさん、ありがとうございます。4位、超快速さん、ありがとうございます。3位、マーチさん、ありがとうございます。第2位、しげさん、ありがとうございます。そして第1位がフォワードのカズさんです。ありがとう、みんな、ありがとうございます。ハートありがとう。あ、ミラーボールもありがとうございました。ありがとう、すごい、なんていう名前なのか絵文字でわからないけど、なんかプリンプリンのアバター、ありがとうね、ありがとう。みんなが私の味方になってくれてとても嬉しいです。ありがとうございました。ということで、またバイバーイ。ありがとう、ありがとうね。